王の15キャラットです。皆様お元気でしょうか。いつも私のレッスン動画を見てくださって本当にありがとうございます。またチャンネル登録も感謝しております。先週はクリスマスコンサートを見てくださいまして本当にありがとうございました。いろんなお声をいただきましてですね、本当にそのなんか元気な曲が好きだとか、やっぱり静かなこうしっとりとした曲が好きだとか、いろんなお声をいただきまして私本当に嬉しかったです。感謝しております。私自身もですね本当に楽しく演奏できて嬉しかったです。それでこのもう本当に来年が間近に迫っているんですけれども、この時期私はよく夫 の, あの家族の方ミートボイスの方にの家族のところに行くんですけれども、今年はですねその家族をこちらに呼んで暮れからお正月を一緒に過ごしているんですね。で、まあ、いろんなことを計画しているんですけれども、その一つにローズパレードに行くというのがあって、これが非常に大きなパレードで、歴史も古くてですね、世界各地、まあアメリカ各地からでもそれでも世界からいろんな方がいらっしゃって、大きな本当にイベントなんです。でローズパレードとローズという名前がついているようにですね、それぞれ の, あの台にですね必ずそのフロートにあのローズあのバラが使われていて、とても美しいんです。でその香りもいいですし、その美しいですし、あのこのカリフォルニアの青空のもと、とてもあの素敵なイベントなんです。で今年はまあ家族が来ますから、チケットもちゃんと取って、あのちゃんとしたところから見れるようにあの計画してるんですけども、まあ、そうじゃない時はちょっと立ってちょこっと見たり、まあ、することも多いです。でこのパンデミックの前はですね、私はこのローズパレードにいらっしゃるお客様にその朝食をあの提供するあのボランティアをしてて、その収益をドネートするという活動をしてたんですけれども、本当にそれは楽しくてですね、まだ始まってあのパンデミックから始まってないのが残念なんですが、まあ、早く起きて4時半ごろに起きなきゃいけないのは大変だったんですけど、とにかく現地に5時ごろに到着して、あのパンケーキとかソーセージとかあのいろいろこう、まあ、用意して、簡単なものですか、オレンジジュースとか用意して、確か6ドルとか7ドルぐらいでサーブしてたんですね。で大体1000食ぐらいかしら、だからあの1時間半か2時間ぐらいに分けてそのパレード始まる前に終わらなきゃいけないので、それをしてたんですね。で本当にたくさんの方にお会いして、仲間たちとわきあいとして楽しい思い出です。また始まったらばぜひやりたいなと思っています。それでは今日のレッスンの曲に入りましょう。今聴いていただいた私の大好きなマズルカ作品59の2番です、ショパンのですね。であのこの暮れのなんか穏やかな気持ちになりたい時にぴったりな曲ではないかなと思って、あのこの曲を取り上げることにしました。で普通であればですね、この長さといい複雑さといいですね、2回ぐらいのレッスンに分けてあのやるところなんですけれども、まあこれあの今年の終わりですから、来年に持ち越さないように今日で1回で終わらせますから、いつも通りにあんまり詳しくまではいかれないかもしれませんけども、要点要点をあのお話ししながらレッスン進めていこうと思っています。それではあの出だしのところからいきますね。でまずこのメロディー、とても美しい穏やかな優しいメロディーなんですけども、これが何回も何回も何回もたくさん出てくるんですね。で、まずその構成が分かることがとても大事なので、構成を分かることにして、あの勉強することにして、まず1小節目からこの今聞いたあのメロディーと13小節目 の, あの少し終わりの部分が入ってきて、これが完全に橋渡りの部分になって、次にもう一回で次 の, あの出だしのメロディーが出てくると、つまり22小節間が第一部という感じで、日本語で言ったら第一部で First Section ですね、なって、でセカあの2番目のセクション第2番目第2部と言ったらいいのかなが23小節目から始まっていて、こちらもやはり終わりが44小節目まで続いてますね。そしてあの中間部、非常にこうピュアな感じで、そのゴテゴテした感じ の, あの歌わせ方じゃなくて、気持ちはうんと込めるけれどもゴテゴテしないで、こうちょっと夢見るような感じで弾けるといいと思います。音的にも音色的にもなんかふわっとしたような感じがいいですね、ここは。でそれが終わるとですね、この中間部がだんだんにこう激しさを増していってですね、こう夢見心地からなんか現実に戻っていくみたいな感じで、少し激しさを増していって、あのこの中間部が終わっ
で、まあ、の出だしのこれが出てくるんですけど、ここがとても素敵なところで、私が大好きなところなんですけども、左手に出てくるんですね。本当にショパン天才だと思うんですけど、こういうところで普通通りだったらば、あの右手で最初のように出てくるところが、左手にこのメロディーを使わせてですね、そして右手がなんか可愛らしくそれをサポートしているみたいな、とても素敵なところだと思います。でそれが終わると今度は右手に移っていく。そしてこの今回はその最後の部分がなくてですね、コーダの方に移っていくんですけども、ここでショパンはあのショパン言わんというか素晴らしさが出るところなんですが、楽をお持ちであればですね見ていただきたいんですけども、80小節目あのバーンって華やかになったらば、普通だったらば89小節目に飛んでバーンバーンとか、なんかそんな感じになると思うんですけど、ここにその8小節間のブリッジを挟み込んでですね、このブリッジが非常に複雑で、ちょっと見るとですね、なんかイエーイ、こんな楽めんどくさい、この音見るのめんどくさいとか、なんか音が複雑だって思いがちなところなんですけど、音楽的には非常にシンプルなところで、つまりまあこの橋渡しにしているところで、ちょっとそのなんていうか複雑にしたわけで、転調しながら橋渡ししているところで、いろんなところに寄り道しながら現地に到着するみたいな感じですね。でそこでながらですね、だん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 に静まっていくところですね。でここもですね、92小節目見てくださいね。101小節目に飛んで、普通だったらそこに行くところを、またこのところでおしゃれな、とてもおしゃれな転調しながら、少しあれあれまだ終わらないのみたいな、そんなところを入れてですね、あのおしゃれ感あのいっぱいでですね、ちょっとそのこのC マイナーだったり C メジャーだったり、こうこうなっていろいろしながら終わっていくというところなんですね。このところもですから、転調のこともよく考えながら、ただ単に音だけ聞くんじゃなくてですね、ショパンの意図というかこの意味を考えるとですね、こういうところになんかすごくこう意味を考えると意味が出てくるって、あ変な言い方ですけども、意味を持たせることができて、なんか音楽も それなりにこう華やかに音楽がこう意味を持ってくるっていう感じだと思います。それではこれが構成ですね。で、あのこれは後期 の作品ですから、あの前期 のマズルカと違って、そのブンチャンチャって、例えば左手 の和音が前期の方だと一回こういうふうになると、あの確立されると同じことが出てくるんですけども、それが毎回ちょっとずつ違っているので、その違っているところをきちんと把握しておくことがとても大事ですね。書いておきましょう。で右手のメロディーも微妙に毎回違っています。音が増えたりリズムが変わったり、譜点が増えたりとかしていますので、それをちゃんと把握しておくことが、あの譜読みの早道だと思います。一回変に覚えてしまうとそれを直さなきゃいけないので、違いをしっかりと確認しながら、あの譜読みをしていきましょう。ショパンはこの第1回目の第1部、ファーストセクションのところには強弱記号をほとんど書いていません。フォルテもピアノも私の国にはありませんし、時々こうディミニュエンドの印があるぐらいで、ドルチェとだけしか書かれていないんですね。ですからそのことを重んじてですね、 あまり激しくこうエクスプレッシブになりすぎない方が私はいいと思います。で4小節ごとのフレーズになっていますから、4小節を一息でこう歌えるような感じ。穏やかな感じで、左手もたくさん音が入ってますけども、和音が重くならないにしましょう。そして次のここなんですけども、フレーズをよく見てくださいね。この9小節目、8小節目から9小節目ですけど、ではなくて、これがフレーズの始まりです。ですから、こうならないように。
ですけど、あれなんか合わないじゃんみたいに思うと思うんですけど、正しい音なんですね。正しい和音なんですね。ですからこれも考えておかないと前回のような和音を弾きやすいところなので、心してですね、心して丸をしといてください。このところも譜点がダンパランパパンとなってますから、忘れないようにするということと、逆にちょっとバズルカ風に強調してみるとも面白いと思いますよ。
作曲記号ですね。今まで1、2、3だとか1、2、1、2、1、2とこう少し表示が変わっていますから、そこのところを少し意識なさるといいと思いますよ。でそれに加えて右手もさっきの音だったシングルの音だったのが今度はずっと続いてデュエットが続いていますから、そのことを意識する。でよく考えてくださいね。 このミのナチュラルの音はメロディーの一部ではないので、こうならないで、出てくると言いますよ。そしてそのここで伏点が入っていますから、これも完全に丸をしておく大事なところですね。伏点が入ってきていますから、そこは忘れずに弾きましょう。そしてペダルはこの強くなってくるところはますますですけれども、よくよく気をつけないと。私の楽譜には1小節に1回というふうに書いているんですけども、その通りに踏むと私の感覚としては非常にこう濁った音になるので、もう1回23小節目のところ弾きますけども、もし全部踏んでいるとこうなってしまうので、私にとってはそれは嫌なので、浅めに踏む、それからこの2度で動いている時の後は踏み替えるというようにして、きれいになりますし、上の成分がきれいに出てくると思います。ちょっと考えてくださいね。だから1小節に2回踏むときもあるし、1小節に3回踏んでるときもあります。そのときどきです。でお部屋の状況、ピアノの状況にもよって変わってきますね。それともちろん皆さんのお好みですよね。例えば私はやっぱりこういうときは全部音が混じって小華やかな感じが出た方がいいっていう場合もあると思いますが、それでもいいですよ。そうしてください。で次いきますね。でこうよく見ていただくと強いのが続いているような感じではありますけども、35小節目でフォルテが1個になっています。ですからそれを考えて、31小節目のフォルテが2個だったところからフォルテが1個になっているので、少し段階落とすみたいな、ごめんなさい、少なくしていかなきゃいけない、ボリュームを少なくしていかなきゃいけないところなので、そこのところを考えましょう。で、私は一つ、35小節目のところ、左手のミの音を右手で取ってもらっています。これもちろん、こうやってますけど、この方が私は弾きやすいので、そうしてね、もちろん、こうしたければこうしてくださいね。その中でも大好きなジャンルの一つです。で、これはショパンが確か15歳くらいの時から書き始めて、亡くなる直前まで書き続けてですね、60曲以上あるんですね。で、まあ、もちろん有名な曲、よく弾かれる曲、そうでもない曲と、まあ、いろいろありますけれども、それぞれに素晴らしい曲です。で、やっぱりその若い時からだんだんにこう
年齢を重ねたそのマズルカのを見ていくとですね、やっぱりショパンのこう変化、ああこういうことだかな、なんかこうそのカウンターポイントです、大砲が入っているなとか、あこういうふうにちょっと工夫されてるなみたいなのが非常に分かってですね、だんだんこう見ていくと非常に面白いショパンの歴史がすごく分かるジャンルの一つだと思います。でこのもちろんその、まあ、皆さんご存知と思いますけど、マズルカというのはショパンの故郷のポーランドのこう伝統的な踊りから来ていてですね、大体は3拍子1、2、3、1、2、3で、先ほどちょっとだけ申し上げましたけども、こう変なところにアクセントが、こう思いもかけないところにアクセントが2番目についたり3拍目についたりして、それが非常にマズルカっぽいところなので、それを忘れずにですね、逆に強調することによって非常にマズルカっぽくなることでもあると思います。でこのそれをですね、この伝統的な踊りをですね、そのピアノ曲としてこう世に送り出して、そのなんかそれを確立したショパンなんですよね。でショパンにとってもこのマズルカというジャンルは非常にこう大事だったと思います。と言いますとも、これも皆様も有名なことですけれども、ショパンというのは一回こう故郷を出てヨーロッパ、まあ、パリの方に行ってから住み始めてから一度も故郷に帰れなかったわけですよね。でヨーロッパ中にもう名声です、本当に有名になってですね、大作曲家になったけれども故郷に帰ることはできなかったので、もう常に気持ちはですね、ワルシャワにあったという、ショパンの気持ちはワルシャワにあったというふうに言われています。ですからこのマズルカを作曲すること、そして演奏することはショパンにとってもですね、このアイデンティティじゃないですけどポーランド人だということをこう感じるとても大事なところ時だったと思います。ですからそのことも考えてこのマズルカを勉強する、演奏するということはとても大事なことだと思うし、そうするとですね、このマズルカに皆さんも惹かれるときに気持ちの込め方が変わってくると思います。それでは中間部いきましょう。で中間部は先ほどちょっと申し上げたようにこう夢見るような感じでゴテゴテしないけれども気持ちをうんと込めて弾きたいところですね。もしかしたらジャコンペダルを使っていただいてもいいかもしれません。例えばこのところまでは同じなんですね。3回目がこうなっていますけど、まあ、ほぼ同じです。こうなったりしていますけどもほぼ同じなんですね。でその後にちょこっとずつ違って、私はどこが違ってるかちゃんと把握していますけれども、ちゃんと皆さんも勉強なさって、あここが違ってるな、3回目こうなってるな、4回目こうなってるなみたいなことをちゃんと把握していくと、それを地道にやっていくとですね、アンプもやりやすいですし、音への気持ちの込め方が変わってくると思います。なんとなく弾くのではなくて、やっぱりどこが違ってるのかなっていうのをきちんと把握しておきましょうそして美しくあくまでも穏やかな感じで弾いていく。でジャコンペダルをもし使われても3回目4回目ぐらいで少し離していってもいいと思います。だんだんこう夢見心地から現実に戻っていくところなので、4回目弾きますね。私にとってはですね、なんかこう葛藤っていう感じで、なんかこう自分の中でのなんかコンフリクトみたいなものを表現しているところだと思います。でソルツァンドが、64小節目、62小節目、66小節目に書かれていて、このどの音を
強調していますので、これはシャイにならずにうんと強調しちゃっていいところだと思います。感じ方といい、なんかすごく素敵にショパンしているので、とても私は大好きなところです。で、ここにその先ほどの葛藤のところから、このところにちょっと可愛らしいようなところに行かなければいけないので、このところで時間も取らなければいけないですし、ディミニエンドとか、この感覚で、間ですよね、を非常ちゃんとプリペアしない、準備しないと、このところに自分が思ったように入れないと思います。ですから、だんだん66小節のあたりから、ちゃんと準備していかないと、ここのところで落ち着いたテンポに行ってないとうまくいかないと思います。で、とても素敵なところですよね。で、ペダルをうんと浅く踏んでですね、踏むか踏まないかぐらいでコントロールしていかないと、もしちゃんと全部踏んじゃうと、なんかこの弾んだような感じ、マズルカの踊りの感じが出てこないので、ここは本当にペダルはうんとコントロールして浅く踏んでたくさん踏むみたいなのがとても大事です。かといってペダルをなくしてしまうと寂しい感じになるので、この辺がペダルのこう芸術、ペダルの芸術のでと言われるところだと思います。それでいかにペダルをうまく踏むかによって、この曲が生き生きとするか、なんとなくドライになってしまうかと、ちょっと噛み合わせるところだと思いますね。ですし、思ったような感じに弾けるまでにすごく時間かかりましたし、ペダルがどれくらいなのが一番いいのかっていうのをこうなんか自分で納得するのにすごく時間かかったところなので、ここは私はもちろんささっとできてしまう方もいらっしゃると思いますけども、できなくても心配しないで、だんだんできるようになるはずですから、少しずつ諦めずに、そしてやっぱり自分の思ってる音というか信念を曲げずにですね、思ってるとはこうだ、こういうリズムなんだっていうのをちゃんと思っていて、それにちゃんと近づけるように練習もしていく、片手ずつ練習していって、どれぐらいのバランスなのか、右手がうるさいと、いくら左手が私こうしたいのよって言っても右手が邪魔しちゃっている感じですね。ですから、そうならないようにバランスをよく気をつける。で、それが終わると77章を進めたら、整理するのに時間かかるところだと私は思います。で、例えばですね、80小節目、こんな風にしちゃってもよかったのところをですね、この複雑回帰なこの8小節間を入れて、何かこう意味があったわけですよ。意味が必ずあったわけですから、その意味をよく考えて、この転調しながら、いろんなところに寄り道しながら、そこに行くところに
くささっていかないでこんな風にしながらそこに行ったわけですからね、デスティネーションに行ったわけですから、そのことをよく考えてここのところに意味を持たせるというのが大事だと思いますよ。そしてでもこの見るとですね、音は複雑で、あもうこんな音を読むの嫌だみたいになりやすいですけど、音楽自体はちょっととてもシンプルですね。でこれを私は、まあ、ボイシング声部をコントロールしながら弾いていますけども、それを弾かないと例えば85小節目からただ音の羅列みたいになりますけども、ちゃんとどこの声部を出したいのかを考える、そしてタラランタンタラランタン、この、クロマティックですね、半音階を意識して、これを意識しながら少し弾いていくという感じですね。でやはりその自然に上に行くときにクレッシェンドするときに85小節目あたりまで少し速くなると思いますね。パーパーパンパンパーパンで、ここで静まってだんだんに遅くしながらゆっくり遅くしながら静まっていくということで、私は一つだけこの手の取り方ですけど、音の取り方86、7、8、9小節目、こういうふうに左手で右手のレのフラットの音を取ってもらってます。そしてここからで、ここからもう入るんですね。ショパンは必要ではなかったところを入れているんですね。例えば92小節目、この転調のとてもおしゃれな転調のところを入れることがショパンにとってはとても大事なわけで、そのことをよく考えて、ただ単に弾かないようにすること、それから転調の音の感じをよく弾きながら弾くということですね。そして単調、長調のこの変化をご自分の表情の出し方ですか、表現の仕方にですね、入れていくととてもいいと思います。でここから最後は、自然にですね、どうしてもこう少し速くなると思いますけども、決して速くなっても決して強くなりすぎて、なんか新しくこう音楽が生まれるというのではなくて、あくまでも静まっていく中の一環として、この少し速くするというような感じがいいと思います。ですからあんまり盛り上げすぎない方が私は好きです。そうじゃない弾き方もあると思いますけど、私はそれが好きです。そして全く何もないただのワンオンで、ダン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 、終わる。あまりゆっくりしすぎない。これが、バンバン、ダン、ならないで、やっぱりインテンポで終わった方が、私は素敵じゃないかなと思います。で、本当にこの、私は大好きなマズルカでですね、本当にショパンの気持ちがこもった、ショパンの気持ちにあふれた曲だと思いまして、それで、今年最後の曲にこの曲を選びました。今日見てくださって本当にありがとうございます。そして今日だけではなくて今年、本当に今年本当に見てくださって本当に感謝しています。ありがとうございます。で新年初めの曲、これも私にとってとても大事で、どんな曲にしようかなってもうたくさんいろいろ候補を挙げていろいろ考えたんですけども、やっぱりバッハで始めようと思って、平均律の第1巻から
ですね。美しい曲だと思います。これ9番ですね。でこの曲を取り上げます。でこの曲を続けてフーガに行くかどうかはまだ決めていませんけども、まあ、時間的に余裕があればですね、フーガの方も見ていきたいなと思います。そして数週間前に申し上げたようにですね、来年はぜひそのミュージックフィオリー、音楽理論のおさらいをしてですね、例えば今日のところで言えば、89小節目からこれ A フラット7だな、 D フラットのコードだな、 C のコードだな、 E フラット7のコードだなっていうことをちゃんと考えて弾いてる時もちゃんとそれが分かって弾いてますし、アンプする時もそういうふうにしてアンプしています。ですから私にとってやっぱりその音楽理論というかミュージックフィオリーの基本的なことっていうのはピアノの弾く上でもとてもとても大事なことなので、まあ、その辺もおさらいしながらできたらな、来年できたらなというふうに考えています。それでは今日も見てくださって本当にありがとうございます。今年本当にありがとうございました。また来年もどうぞよろしくお願いいたします。皆様、どうぞこう、暮れのその平和で穏やかな、そして楽しい年の瀬をお過ごしくださいませ。それではまた来年お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。